はようございます。こんにちは、こんばんは。楓さんちようこそ。はい、おはようございます。まあ、この世の中にはいろんな人がいて、超能力があるよっていう人もいれば、霊が見えます、あと神様とつながってますっていう人も、まあいろいろね、中にはいらっしゃるようで、なんて言うんだろう、その中で前世の記憶がある人っていうのはまあいる。で、その大半っていうのが、まあ、お子様かな、小学校1年生2年生ぐらい、ギリギリ、そのくらいの子が前世の記憶を持ってますよって。でね、結構なんだろう、 YouTube の動画などなどとか、まあテレビなんかでもね、こういう能力がありますよとか、まあ特集で組んでたりとかするんですけど、本当に僕にって、ある多分海外のお子さんが、まあ、本当にそんくらいの6歳ぐらいの子が、ねえねえママと、僕ね、生まれる前の記憶があるんだよっていうか、まあ、そういう類のことを言われるんですね。一回僕死んだんだよって、で人に殺されたんだよ。で親としてはそういう、これね、急に言われてもはいっていう話になるじゃないですか。でね、僕の生まれ変わる前のなんだっけ、名前っていうのがこれこれ、まあ、例えばマイクっていう、相性はね、マイクっていう名前だったんだよ。で男の人でねって、アメリカのどこら辺に住んで、何歳で死んじゃったんだよ。で相手の人がね、僕を殴った人はね、ひげがもちゃもちゃしてて、肌の色が黒くて、で髪の毛はこういう感じでっていうのを次々とこう事細かに、こうその犯人の特徴を言い出して、でタトゥーは入っているんだよ、右腕のところに入っていますとか、あと癖が、歩き方に癖があるんだよって、足を引きずるような感じで歩くんだよとか、あとなんだろう、多分アメリカの方なんかでも訛りっていうのかな、方言みたいなのがあると思うんですね。でそれも、まあ、こういう訛りがあるんだよとかっていうような特徴を言うと、であまりにもこの具体的すぎるんで、まあ、お医者さんに行ったりだとか言ってて、いや別に普通の子ですよねって、まあ、そこで門前払いじゃないけど、普通の子っていうふうに言われてて、って思って、でまあいろいろ調べていく、まあ、お母さんも調べていくと、実際にそういう事件があったと、殺人事件があったと、で名前も、こうその殺された方の、名前、愛称がその名前で、で犯人と思われる人だってが、もう、まあね、写真とかあると思うんですけど、そういう彼が言っていることとほぼほぼ同じで、まあそれのね、亡くなった方のご両親が ご現在ならば、あすいませんけどって連絡を取ってね、まあ連絡を取るのかはないけど、でまあね、本当に驚くかもしれませんけども、うちの息子がね、あなたの息子さんだっていうふうに言ってるんですけども、心当たりありませんかねみたいな。もしね、よろしければ会って、いろいろとお話できませんかねっていう話をしてたら、本当に、その亡くなった方のご両親の記憶の中にある、その子の、その人の、言い方だったりだとか、そう喋り方のアクセントっていうかさ、喋り方もそうだけど、行動も全部
ぴったりはまっていると。うん、でそいつは今どこにいるか分かるみたいな感じで、その犯人がね、まあ未解決というかさ、捕まってなかった、犯人は分かってるけど捕まってない場合はありますよね。そういう時に多分彼はね、こういう丸々というようなところにあのねぐらがあると思うから、そこに行けば多分いると思うよって言うと、実際にそこにいたりとかしてて警察に捕まるっていうようなこともあったりとかしてて、結構ねそれがね10年前とかさ20年ぐらい前のその短いスパンでこうね、こう生まれ変わりがある記憶の前世の記憶っていうのがすごくあったりとかしてて、すごいなっていうのは、まあ今のはね、あの家庭というかさ、まあニュアンス的にはこういうそういうような感じの記憶を持っている子供っていうのがいるみたいですし、多分日本でも言わないだけであって、多分そういう子はいると思う。まあ、あくまでもこれは推測ですけどね、私はね。うん。で、まあ、どうなんだろう。そういう記憶ってあるのかね。あったらあったらで、なんだろう。自分の前世がどういう人だったのかっていうのを。いうのの手がかりにもなるんだけど、結構ね前世の記憶っていうと、まあ自分たちの前世の記憶って結構長い期間っていうか、なんだろう、今ね令和じゃないですか、明治ぐらいだったり、まあ江戸時代の記憶がね、人が生まれ変わって今生まれた子が、生まれ変わりが今の子っていうような感じでかと思ってたら、結構ね、はい、その生まれ変わりの速さが速いらしいですね。変なんですよ、本当に亡くなってからもう本当に10年ぐらいで、5年ぐらいで生まれ変わるらしいですね。うん。まあ実際本当かどうか分かりませんけど、記憶を持っているわけではないので、うん。皆さんどうでしょうか。記憶ってあってほしいですか。なくていいですか。もしねよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さよなら。